今回は価値観診断していただいたと思うんですけれども、2人の中でその人生の中で価値観が変わるような出会いとかっていうのでありましたか？そうですね、私はその先代のメンバーと出会った時にやっぱりずっと1年以上もその6人同じ同世代のメンバーと一緒にいるので、そこで新たなこう価値観の違いをすごい、なんだろう、改めて気づかされたというか、お芝居に対しての価値観もみんな違うし、それこそなんか普通にこう食とか本当にいろんなものに対しての価値観の違いをすごく改めて密に感じたので、あ、こういう考え方もあるんだなっていうのをすごくいい意味で気づかさせてくれたメンバーとの出会いはすごく良かったなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。筋肉好きというのは自分の筋トレするよりもその見る方の筋肉も好きということなんですかね？そうですね、見る方がすごく好きで、私は特にこのパンツの上のこの筋肉、はい、あ、このウエストの骨盤からが好きで、の一番下の方につながってる、はいはい、なんで先ほども筋肉さんにここってどうやって鍛えるんですかっていうのを聞いて、はい、ここってもうそうですね、だから腹筋のやっぱりこう腹筋というのは上上部と下部で横の腹斜筋でこう3つのパートに分かれるんですけども、はい、やっぱり下の方でなりますよね、下部、うん、なので、まあ、レッグレイズっていうこの足を上げるような種目とか、はい、そういった種目でここをちょっとずつ使われますので、はい、鍛えることができますっていうのをちょっと裏でもお話ししまして、はい、ちょっと頑張ろうかなと、ね、はい、ありがとうございます。